イエンス・フォイクト、イエンス・フォイクト、ジェンズ・ボイト、1971年9月17日隊は、ドイツ出身の自転車ロードレース選手。客室はルーラー、オールラウンダー。選手仲間からの人望も厚く、UCI プロツアーにおいて、選手組合の代表も務めている。身長189センチ、体重76キロ、妻との間に6人の子を持つ。なお、 ドイツ語では、名字は、フォークトと発音される。当時の東ドイツロストック県、現在のメクレンブルクイコールフォアポンメルン州に生まれる。ちなみに、ヤングルリッヒもこの地方、ロストックの出身である。1994年には、アマチュア選手にとって、大きなタイトルとなるに優勝した。平役を終えた後、1997年に、プロに転校。 オーストラリアの ZVVZ ジャイアントの所属となった。翌年にはフランスのガン、後のクレディアグリコルに移籍し、2003年まで主力選手として活躍する。この間に2000年のマイオ・ジョーヌ獲得、1日間2001年のツールド・フランスにおけるステージ優勝など目覚ましい結果も残している。また2000年のシドニーオリンピックでは、 ヤングルリッヒのアシストとしてドイツ代表チームの勝利にも貢献した。2004年にはデンマークのチーム CSC、現在のチームサクソバンクに移籍。この年のツールド・フランスでは、イヴァン・バッソのアシストとして何度も見せ場を作り、改めてその存在感を見せつけた。2005年のツールド・フランスでは、第9ステージでクレディ・アグリコル時代の同僚、クリストフ・モローの協力を得て集団から、 先行、総合主位に立ち前用上を獲得、1日間した。2006年には、チームの中心選手の一人として、バッソのジロで、イタリア制覇に貢献。特に19ステージの山岳では逃げ集団のチェックに入り、クイックステップチームのファン・マヌエルガラテ付き位で、ゴール前まで二人で逃げ切るという走りを見せた。このステージでのフォーイクとはバッソをアシストするため、 逃げ集団を全く引かなかった。逃げ集団が崩壊して、総合優勝を争いに無関係なガラテだけが残った段階で、保育との仕事は終了となった。保育とは、ガラテの検討に敬意を表して、ゴール前でのスプリント勝負を仕掛けなかった。この保育との配慮もあって、ガラテはこの年のジロでイタリアの山岳賞を獲得。保育とが、最後に、ガラテの背中を叩いて、 ステージ優勝を譲るたシーンは多くのファンを感動させた。その後エースとして出場したドイツツアーでは見事に総合優勝を果たし、翌2007年にも総合優勝して史上初のドイツツアーに連覇を遂げている。2008年にはジロでイタリアの第18ステージで逃げ集団に乗り、最終的には逃げ集団からも飛び出して素晴らしい速度で走り続け、見事に 短期逃げを決めた。このステージは、パオロ・ベッティーニが、ジロでイタリアで、ステージ優勝を取る最後のチャンスと目されており、また、ステージ中盤の山岳では一時ベッティーニと共に、遅れかけたことから、ホイクトの逃げ切り勝利は、驚きの目で見られた。2008年のツールとフランスでは、中盤から後半にかけて活躍し、カルロス・サストレの総合優勝に貢献した。ちなみに、 最終ステージでは、シャンゼリゼでの周回レース終盤に、シートポストがやら付近から折れたため、立ちこぎをしているシーンが、テレビ中継で映し出された。その後、前人未踏のドイツツアー3連覇に挑んだものの、山岳ステージの第一ステージで大きく、遅れを取り、総合優勝を諦めざるを得なかった。しかし、直後のツールドポローニュでは、山岳の第六ステージで実力を、 遺憾なく発揮し、総合優勝に輝いた。2009年のツールド・フランスでは何度も逃げに加わって、多くの見せ場を作ったが、第16ステージ終盤、プチサンベルナール峠から、下りの途中、突然バランスを崩し顔面から落ち者、脳震とと頬骨骨折でリタイアした。またこの年の秋には、チームサクソバンクの一員として、ジャパンカップ参戦のため来日、 クリス・アンカー・セレンセンの優勝に貢献した。2011年、チームレオパードをトレックに移籍2014年9月、引退レースとして、アワーレコードに挑戦、時速 51.115km の新記録、当時を樹立して、優秀の美を飾り競技生活から引退した。ツールド・フランスには1998年から2014年まで17年連続で出場し、 個人総合最高位は2007年の28位。一方で、ブエルター・エスパーニャには一度も出場することはなかった。強いスプリント力は持たないが、ルーラーとしての能力は非常に高く、チームメイトのファビアン・カンチェラーラと並んで、チーム CSC、サクソバンク、チームサクソバンク、レオパード・トレックのダイナーモとなっていた。実際、この二人が交代しつつ、 平地で集団を引き始めると、集団の速度は一気に上がるため、チームの戦術オプションの一つとして、逃げ集団の追撃や、後続の分断などに多用されている。また、山岳もある程度こなせる能力があり、特にジロでイタリアでは、山岳ステージで大逃げを決めたり、山岳タイムトライアルで上位に食い込むなどの見せ場を作ることが多い。 2008年ツールドフランスのピレネー越えでは一級三角の前半部分を凄まじい速さで引き続け、一流クライマーであるダミアーノクネゴやアレハンドロバルベルデを集団から振り落としたとさえある。大ベテランの域に達した頃は、レース全体を見据えた駆け引きも非常にうまく、総合優勝を狙う選手のアシストとして、極めて有能な選手と言える。 またドイツツアーやクリテリウムインターナショナルのようにエースとして出場するレースではオールラウンダーとしての総合力を遺憾なく発揮し何度か総合優勝を遂げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。